です。そうです。あ、よろしくもう、託しますもう、バッチリ全身、島村総理ってやつですね。このストラップ、ついこれだね。あ、そうですね、ありがとうございます。本当はこれ買いに行ったんじゃないんですよ。別物買いに行った時に、マクドナルドでね、ハンバーガー買った時にポテトも一緒にいかがですかっていう時でこのストラップ、おすすめなんですよってつい買っちゃったんですよ、ね、あ、いいですね、いい感じです。その後にね、ちょっとピックしたんですよ。ちょっとピックの横にね、使ってるじゃないですか。チューナーがね、2つくらい持ってるんだけど、だんだんガタが来てるんで、ちょっとチューナー覗いてたんですよ。で覗いたら、チューナーだったらこれが一番いいですよって今ここにくっついてるチューナー。これね、かっこいいんですよ、優れものなんですよ、これギターの中に。これただ取り付けるときに気をつけなきゃいけない、中に落としちゃうんですね、たまにね。昔ピック落としたこと振りましたけど、これ電化製品なんであんま振るわけいかないんでね。で、結局2つ目買ったわけですよ。でね、シルバーのね、過去ちょっと買おうかなって。そしたら、でもこっちのキラキラしてね、合ってますよね。まあ、それね、立石さんか植木さんかね、それ分かりませんよ。でも、あ、それもそうだなと思って、これだけの何百円の座だったらこっちにしようかな、これも買っちゃったんですよね。で、おそらさんって立って歌うんですかって、立って歌ってます、男だからってちょっと違うんですけど、で、だったらね、最近スグルのマイクなんですよ。ピックアップつけるの嫌いですよね。いや、嫌いなんです。生音が消すの嫌いなんですって言ったらね、これがね、税込みで6万3000円でね、すごくいいんですよって言われてね。で、あ、そうなんですか。もうなんと今日これを書くと、パールの、ブラックパール、ブラックパールつかないですよね、ジャパネットだからって。で、もう勧められたんですよ。で、ついフラフラと買っちゃったんですよね。で、結局ね、何にしに行ったか、僕、ピック買ったんですよ。で、ピック4枚ちょっと買ったんです、当初の目的通り。で、そのピックってね、105円かける、108円、今108円、そう、上がったんですよね、上がりましたね。消費税でね、なんか違うんじゃないかと思うんだけども、でもまあついつい4枚買ってもね、500円でお釣りが来るぐらいですよ。だけど、ちょっとついでにこれ買っちゃったでしょ、それからこのストラップ買っちゃったでしょ、これ買っちゃったでしょ、これ買っちゃったでしょ、400数十円の買い物しに行って、結局9万近く使ってます。9時2回来ましたね、ね、9時、3回だったかな。みんな大保険でしたね。はい、じゃあいいですかね。キリがないですからね。じゃあ夢かというと、これはね、男性の方がね、いくつになってもね、心の中にね、少年の頃でね、あるんですよ。僕も今ちょっと少年の頃になりつつありますけど、そうね、あるんですよ。でもその少年の心がね、いつもね、この辺で空中で探してるのはね、大体ね、気恥ずかしいんで、多分口には出さないんですけど、永遠のね、その遠い昔に見たその少女みたいなものをね、想像する心がね、年を取るほどあるようなちょっと気がするんです。そういう、ちょっとシュールな歌なんですよね。心の片隅に描いたそんな世界へ満たしてくれ、不思議なくらい澄んだ瞳の少女、君はどこからやってきたの。夢の底に君の歌が聞こえる、夢と君が笑ったのはおとぎ話の中だった。もしかしたら君は人魚、夢のように幸せに憧れ、悲しみに恋をして、誰にも知れずに消えてしまうの。
の中だった体は優しさと寂しさと夢一つ描いて消えてしまった。夢と恋の海の底に君の歌が聞こえる。夢と君が笑ったのは仲だった。夢を僕らの胸に愛を残してくれた。夢を君の心はガラスのようだった。夢を君が笑ったのはおとぎ話の中だった。一瞬間置いてやるところがいいですね。笑っちゃダメですよ。よかったですね、親父に生まれなくて、ね、一緒に福を満喫しましょう。僕も生まれた時は親父じゃなかったんですよ。まあ一言言い訳をさせていただければ。では2曲目ですね。2曲目はね、男の人、男の人のね、花のバあのね、いいんです。あの一旦噛むとね、僕ね、いくつところまでいかないと終わらないんですよね。なんていうんですかね、夕日と朝日どっち好きですか？夕日と朝日。夕日と朝日。朝日。朝日。うん、いいですね。どっちが好きですか？いや、夕日ですかね。夕日。うん、はい、それは飲めるからでしょう。まあ、朝だけってもありますけどね。僕ね、どっちかっつったらね、夕日の方が優しい気がちょっとしてるんです、個人的には。朝日はね、走ってるうちにだんだん首が上がってきますよね。例えば昔の青春ドラマはね、夕日に向かって走るからね、いいんですよ。最後にね、キャプションが出てきてね、終わるんですよ。もしラストシーンが朝日に向かって走ってたら、あとみんな朝日に向かって走るんだって、村野武則とか森田健作がもし走った場合ですね、走ってると朝日に向かって走るとだんだんこうなってきますよね。で南の方向かって、陣地走ってるかどうか分かりませんけども、まあそれは置いといて、夕日はね、終わりなんですよ。で終わりなんだけども、一夜明けるとね、また朝が来る。だから始まりをね、常にはらんでる終わり。今日はね、本当疲れ切ったなっていう時には、朝日はね、ちょっと心に眩しい、突き刺さるんですよね。こう真剣に語ってますよね。で油断しちゃいけませんよ。次の瞬間の僕はドーンとしてもらっていますからね。でも今日はね、いやそのね、暗いトンネルのようなね、夜を通して、そしてまた日が昇る、終わりをはらんだ朝日。いや、じゃあごめんなさい、終わりをはらんだ、あ、違う、始まりをはらんでる終わりっていう意味で夕日が好きなんです。なんか青春の声が聞こえましたね、今ね。じゃあその赤いノスタルジアっていうね、三丁目の夕日とかね、オールウェイズって映画ありましたけど、あの辺をちょっと知ってる方は想像していただいたり、真っ赤な夕日をね、こう眺めて思い出してるような自分をちょっと想像しながら聴いてください。
の子は今では見違えるほどに綺麗になったね。関係したのはそこの路地裏、狭くなったねと消えかかったかかしの白い白いな笑い、帰り道に落とした老石一つ、この手を伸ばせばすぐにも届きそう。叫ぶ心の見込むほどに大人と呼ばれて、たやすく超えたブロック塀、今では越えられない向こうの裏はよく見えるのに、心雨に濡れた竹馬、この手で掴んでも自由に歩けそうもない。雨のノスタルジーや時の流れの中に置き去りにしてきた心、染み込んでいるけ、なんてのスタルジア、忘れ去られていた遠い日の幼い笑顔、大地に染み込んでいるけ。
フィナーレとね、それからあの、まあ、さっき僕が言ってたね、あの50分間で8曲MC をやりたいがために普段よりも速い速度で曲をやったとかね、まあ、これあながち嘘じゃないんですよ本当に。でさっきのゆめ子なんていうのはね、本当幼い頃のってこのぐらいでやってましたからね。まあ、それをもしよかったらね、聞いて笑い飛ばしていただけると嬉しいです。あ、本当に言ってた通り、この人、下に行こう、下に行こうとしたよなってことよく分かりましたからね。大好きなんです。で、最後の曲なんですけどね、あなたへって歌なんですけど、これはね、人生のね、選択、人生をね、選択、分岐点のね、連続ですよね。その分岐点ごとにいろんな選択があるんですよ。選択してますか？選択してますか？何を使ってます？アタック、ザブ、そういう選択じゃないよ。違います。ね、違います。失礼しました。そのね、来た来た、何が来たんだろうな、だけども、なんかね、聞き覚えないようなことも確かに言ってるかもしれないです、人に言ったらね。で、その選択のね、連続で今の自分があるんですよ。でもあの時、もし違ってた選択をしていたら、違った自分がこの辺にいるかもしれない。でもその自分は永遠に覗くことがないんだけど、誰でもね、10や20、もしかしたら毎挙に言葉がなく、僕なんかありますけど、あの時ああしとけばよかった、しなきゃよかった、言わなきゃよかった、ああしてたらどうなったんだろう、今度生まれ変わったらどうしよう、高校1年に戻りたいって、こんなことばっかり考えてるんです。でもやっぱりね、何億分の1かの確率で今存在するから、いかに今の自分にね、本当に不満がだらけであってもね、やっぱりこれは奇跡だと思ってちょっとぐらい大切にしなきゃいかんのかなってちょっと思ったりする時がごく稀にあるんですよね。そういう歌なんです。あなたへというね、その生まれたことの奇跡をね、歌にしてみました。